はい、こんにちは、こんばんは、みちゃと申します。ラチェット&クランクのゲーム実況続きやっていきたいと思います。惑星ノバリスに到着したところからやっていきたいと思います。早速何しようかな。先に行く前にガラクトロンショップアクセスしてみるか。おー、ファイヤーバーナー。爆弾、クラブ、弾薬パック。あ、これは弾か。ファイヤーバーナーが新しい武器だけど、2500か。高いな。はい、じゃあまあいいや、お金を稼ぎつつ、あ、ちょっと待って、爆弾バッグ買っとくか。よし、購入終わり。じゃあ先行っていきましょう。いやー、すごいすごいすごい。やっぱ今作というか一番初期のラチェクラはレベルアップっていう概念がなさそうですね。あと体力もね、あれらしいですね、4回食らったら今死ぬっていう、ちょっとシビアなゲームになってる。結構大変かもしれない。ほい。ほい。あ、強いな。うぶない。爆弾パックで一撃ぐらいか。ほい。ナイス。いいね。とりあえずこの辺も壊して、お金は稼いでおこう。あ、これ敵めっちゃおる。危ない。で、意外と相手の弾届かないんだね。ほい。痛い。よいしょ。なんかあるかな。ほい。ほいほいほい。なんだ。ああ。なあ。穴開くんね。よいしょ。ほい。よいしょ。倒してくれ。爆弾パック強。倒す。倒す。これ隠し要素とかってあんのかな？回復して。オッケーオッケーオッケー。あれ、どうやって倒す？降りてきた。ほい。ナイス。お金溜まりそうだな。さあ、開けた場所。あー、なんか来た。なんだ？なんだなんだ。ほっ。ほっ。痛い。おい。倒す。で？あ、おお。助けます。侵略か拷問か暗殺か、あ、痛いのは嫌じゃな。これで勘弁してくれものかの。いえ、我々は味方っす。いいから続けてくれる。なんだ。こんなトラブルで困ったことはありませんか？ないです。はい、僕はキャプテンコーク。みんな経験あるよね。街中で突然ブラグに襲われちゃったり、いや、ないです。食べられちゃったり、愛用の武器が動かないと困るよね。困る、それは。僕はミスターアルのロボコーボを頼りにしてるんだ。アルのロボ工房はガラメカの販売から修理改造まで、子供の頃から馴染みの店。この店で直せないものはない。だろう、アル。そうだったろう、アル。犯罪と戦う君も兄弟喧嘩の僕もミスター R のロボ工房はテクノポリスのど真ん中。 R のロボ工房 It's Quarktastic。 わかったっすか。ああ、キャプテンクォークが売られてるんだろ。キャプテンの居場所を示す手がかりっす。テクノポリスに行ってみるっすよ。どうやって行こう。あんたらひょっとして敵じゃなかったんかね。わしもこの星の代表者じゃ。船を貸すからキャプテンを呼んできてくれ。ナイス。ナイス。じゃあ、あの船で一丁行ってくれよ。なんだ？インフォボットを手に入れますと、新しい惑星に向かうことができます。セレクトボタンでマップを開き、はい、星印で示されたお客様の宇宙船に行き、お話しください。なるほど、了解です。こんな感じで本当にサクサクと進んでいく感じね。じゃあちょっと戻るか。戻って、これってさ、こっち側なんかあんのかな。ちょっと行ってみる。おーや、おや、
大丈夫かな。およいしょよいしょ、乗れた。さあとりあえず開けてみる。 OK、 なんかありそうだよね。おお、なんかある。ほいほい、倒して、ほい。お金も2400貯まってる。 OKOKOK。 おー、行き止まり。いや、あ、これなんかあるの。泳げ泳げ、ほっほっ、 OK。 なんかありそうだな。ほいほい、ナイス。よし、開けよう。よし、なんかあるんすか。ここも潜りそう。泳いで泳いで、はい、到着。あれあれあ、戻ってきた。え、なんだなんだなんだ。ここも行ってみるか。あーはーはー、キャラコン。ちょっとここには、こっちこそなんかあるだろう。なんかもう水のメーターが永遠に出てくるわ。バグか。待て、あはー、むずい。いや、ちょっと頑張ろう。ただ一周回ったっていうゾーンっすか、あれ。そんなことあるのか。ほいほい、オッケー。うわ、危ねえ。ほい、浮いた。ほい、なんだろう、なんかある、なんかあってくれ、頼む。何にもないなんてことがあっていいのか。オッケー、持って持って、開く。いい、危ない。ほい、痛い。ここは？オッケー。オッケー。ピン進む。ん？これは？ほう。これなんだこれ。ん？なんか、なんだ？何が起こった？なんか起こったけど、向こう側行けそうか。ほい、オッケー、よいしょ。あとはこっち側かな。よいしょ、行けた。え、でもなんか上、いや上行けんな。え、なんだろうなんだろう。え、なんかなんかやらんといけないのか、ここ。あれ、これ違うな。これ、ん？いや、これ、これ、この上か。よいしょ。OK。ほっ。さあ、ここもぐるっと回って。いや、これ何もないっていうパターンあるかな。よいしょ。よいしょ。さあ、なんか、なんかあれ。あ！来たー。今なんつった。いや、ほら、でかい声だなって。まあそんなこと。いや、おんしろは避難船に乗らんのか。避難船って？でっかいロボットが攻めてきたんだ。うん、金持ち連中はみんな避難船に乗って逃げ始めとるんだな。おっちゃんは乗らないの？富の不均衡ってやつだね。は？お金がないってことっす。なるほど。運転航空が助けに来るのを待つしかねえんだ。金目のものは何にもないっての？空からな、こんなもんが降ってきて持ってんだ。おんしらいくらでもいいから買ってくれんかな。インフォボットっす、壁ですね。インフォボット500ボルトで買ってみるか。おれ、じゃあどこへ行くの。逃げろ。逃げた。あの下水パイプ行けるんだ。
なんだ？惑星上空で攻撃受けちまってて。スキッド落ち着け。花火のでかいのだってばよ。歓迎してんのかもよ。うわなわけねえだろ。ああ。運転中は静かによ。撃たれてるって。ああまあ気にすんなよ。撃たれても最悪だって死ぬだけよ。死んだらおしまいじゃん。やっぱやべえかもよ。左側の人見た。スキッドミックマークス。我々に関係ないっす。あっそ。ホバーボードのプロですっげーテクが超クール。救援を求めてたっすだね。スターの私生活見ちゃったよ。インフォボタアリディア。ああなるほどね。見回しモードであたりを見るには L のボタンを押し続けます、まあ、とりあえずマップを更新して新しい場所行けるようになりましたね。まあまあまあこれぐらいはあって当然の報酬だと思ったが、最初に行ったところ何にもなかったな。びっくりした。さあとりあえず降りて戻ってくるよね。あ、戻ってきた戻ってきた。え、じゃあ最初のところ本当にぐるっと回っただけなんだね。まあいいか。よし、オッケー。じゃあ次のとこ行ってみようか。今現在2つ行ける場所があるので、どうしようかね。アリディアかケールバン。ノバリス、ケールバン、アリディア。ああ、どこも懐かしいな。アウトエリア ×11 ってなんとかよくわからんけど、とりあえずケールバン行ってみるか。テクノポリス、あるのロボ工房に行くというクエスト。あ、ゴールデンボルトあるじゃん。見つけた数とかあるわ。じゃあ、あれかな。ここにもあるのか、なんか。あ、あるんだ。ゴールデンボルト。探したいけど、まあいっか、とりあえず。できれば行ってこいよ。出発。さあ到着。ここも懐かしいな。さてさて、あ、 BGM もこれか。いいね。おっ、とりあえずお金稼ぎたい。ついでにショップでなんか新しいガラメか買いたいな。ないかな。あったあったあった。え、まんまじゃん。すごいな。ファイヤーバーナーとマシンブラスター。とりあえずファイヤーバーナー買ってみよう。買う。おい、終わる。ててーん。あいつ、これさあ、こうね。クイックチェンジはできないと。オッケーオッケーオッケー。ほら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 、燃えろ燃えろ燃えろ。いいね。いや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 、レベルは上がらないんだね。了解。ほい。じゃまたお金稼いで新しいガラメーカーも買いたいですが、一旦先へ先行ってみよう。ほい、燃えろ燃えろ。ほい、よいしょ。爆弾クラブの方がいい説。うわ、危ない。じゃあいい。近い近い近い。なんだお前。え、なんだなんだ。おお、マジマジ、それはマジって。やばい。おー、ぶんどい。おいしょおいしょ、逃げないで。おいしょおいしょ。それどころじゃない。よいしょ。なんだあいつ、なんかめちゃ逃げんな。ん、ほい、オーケー、倒した。なんかよくわからんけど倒した。さあ次、なに、なんか地雷っぽい。うわっ、でい
おい爆弾クラブ強っ。ほい、ナイス。あ、到着した。早っ。ヤッホー。インフォボットに出てた人、多分キャプテンを知ってるっす。あんたロボットの人だろ。もう言葉は正確に、ロボットは作ってるけどさ、人間がオタク気が合うっす。じゃあ改めて言わせてね。何かご用？ええ、我々はインフォボット CM でキャプテンコークがこの店の常連だと知ったっす。うん。いつ来るっすか？とんだお門違いだよ。キャプテンは単なるタレントだから、実は一回来ただけさ。ねえ、お宅に入ってる OS バージョンいくつなの？バージョン 7.66。 そりゃいいや。新製品があるんだけどさ、ポン漬けだから一度試してみないかい？ポン漬け？そう、ちょっとの改造でポンってつくガラメカヘリブースター。おまけにさ、お代はちょびっとでにゃん。1000ボルト払う。オッケー、じゃあちょっと来てね。待て、そんな、いや、ラチェット。おお。いやー、おっとこまえだ。待って、来てよ。いいね、ヘリブースターにパワーションアップ。これで、あ、おおなじみのあれだ。こうね。いいね、いいね。 OK。 えー、いけ。いいっすね、ガンガン行こう。はい、これね、これ大事。おっとい、痛い。おーしょ、倒す。ほい、危ない危ない。 OK、 よし、ナイス。危ない、ほいほいほい。 OK、弾か復砲。さあ上登るぞ。うわ、いっぱいいるね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。逃げるな、逃げるなって。めっちゃ逃げるじゃん、あいつ。あ、やばいでしょ。燃えろ。 OK、 やっぱ地雷だな。ほいほい。さあ登って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 。お、電車電車。ほい、燃えろ、燃えてくれ、燃えてくれ。 OK、 あ、これも懐かしいな、やったことあるぞ。ザゲームの方だけど。ほい、なんか裏ありそう。なんもないか。ん？ほい、なんもないわけではないか。お金がたくさんある。おや、おや、よし、とりあえず列車乗っちゃおう。ん？こっちか。お、進んだ。さて、こっから多分どんどん前に前に進んでいくゲームが始まっていきそう。頑張っていこう。とりあえずさ、爆弾クラブの方がいいよな。いや、当てづら、当てづら、いや、当てづら。おお、危ない危ない。ちゃんと遠心力があるのはやめてくれ。よいしょ、ほい、おい、あっべっ、ループね。なんだあいつ。よいしょ、 OK。 なんだあれ、インフォボット取れたんかな。ん、取れてない。ん、あれ、どっか行った、どっか行った。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあいいか、とりあえず先、先行ってみるか。
いた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 。ゲッチュ。これはビッグボス、ドレック様。堅苦しい挨拶はいらん。スケジュールは遅れておらんだろうな。その樹木は新惑星に移植せねばならん。そう、ご覧の通り作業はとても順調で。の信頼しているからな。前の隊長のように失敗して私を失望させるな。そう、やるであります。なんだろう、ビッグボスが他の星も攻めてるっす。いやでも気を切ってるだけだぜ。攻めてるってほどじゃないと思うけどな。ビッグバッドボスを甘く見てるっす。やつは危険っす。キャプテンに報告するっす。なあ、あのロボット弱そうだったじゃない。先にやっちまおうぜ。説得してボスの情報を聞き出した方がいいっす。結果は同じさ。ユートランに消えるようになりましたと。本当ね、サクサク進むね。いいね。あ、でこれね、これどこ行くんだろう。いや待って、行く必要ないか。戻ればいいか。オッケーオッケー。じゃあまあ今回はこの辺で終わりましょうかね。また次回のパートで惑星新しいところを行っていきましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。